ただいまから田口さんの新しくお作りになった歌を聞かせていただくんでありまするが、この歌は非常に人間の心を打つ素晴らしい芸術品でありまして、当村からかように立派な歌が生まれましたことは実に私の喜びであると同時に村全体の誇りであると信じて疑いません。この晴れ渡りたる秋の日に皆さんと共にこの芸術を味わい、この香り高い芸術を私たちが朝夕を仰いでおります浅間山に聞いてもらいますることは何よりの喜びであると同時に、浅間山もさぞ花が高いだろうと信じて疑いません。あれがわしのオルガンでね、立派なもんですね。田口さん、どうぞ。あなたの弾いてたオルガンですよ。あんたたちは帰ってもらおう。だって私たちが悪いんじゃないわよ。
いいか、帰ってもらおう。とても引く気になれないんです。帰らせてください。無理はないよ。芸術は感情だもんな。いえ、そんなんじゃないんですけど。じゃあ今度また気分のいい時聞かせてもらおう。どうもお騒がせしました。いや、いつか。じゃあ。あのオルガンとは縁がないんですよ。